キャサリン・パー。王妃が身につけているドレスの襟は、ベネツィアで生産されたカットワークのベネツィアンレースである、エリザベス一世。16世紀末に流行していたフレーズの周りを縁取るのには、フランドル地方の美しい山糸のボビンレースが用いられた、チャールズ一世。身につけている襟とカフスは、当時のヨーロッパで流行していた、イギリスのレースでは、イギリスにおける、レースの歴史についてもべる。 16世紀よりスコットランドなど各地でレースが作られていたが他のヨーロッパ諸国のような激しいレース競争に参加することはなかった。ベネツィアから輸入されたカットワークがヘンリー・パスセイ在位1509年から1547年の宮廷を飾り彼の6番目の日キャサリン・パーの1545年の肖像画に描かれている。エリザベス1世の宮廷では フランドルやベネツィアから輸入されたレースが豪華な衣装を飾っていた。17世紀のチャールズ一世の宮廷では、フランドルのボビンレースとベネツィアのニードルレースが陳調された。このボビンレースは、現代、ルイ13世様式のレースあるいは、これらを画面に国名に書き記した偉大な芸術家の名を取り、バンダイク様式のレースと呼ばれている。1662年、イギリス議会は、 自国貨幣の大量流出を防止し、自国産業を保護するために、レース輸入を法令により禁止した。しかし、国内の生産では、顧客の要求を満たすことができない商人たちは、ベルギー産レースを密輸し、イギリスレースと名付けて供給した。17世紀末のイングランド女王メアリー2世は、熱心なタティングレーズ愛好家であることが知られている。 チャールズ・セドレー教から庶民の手芸ではないかと冷やかされたことや、1707年に書かれた英国の白いアルノッターの中にクイーン・メアリーが糸を結ぶと記述されたことが記録として残っている。タティング・レイスはそれまでのレイスのように大掛かりな器具を使わずに作成することができるため、18世紀の王公貴族の間で大変もてはやされ、教養として習うものとなった。 18世紀初頭、レースの主要生産地は、フランドルに移り、18世紀半ばまで、ブリュッセルレースが良質ともに高い水準を保っていた。しかし、18世紀の終わり頃、インド製のモスリンチがレースと競合し始めたことにより、レースの需要は低迷し、さらに、フランス革命の勃発に引き続いて起こった戦争や、社会的混乱により、多くのレース生産地は、 大きな打撃を受けた。一方、イギリスでは、中世末期より、毛織物を中心とした、宝石業が盛んであり、フランドルにも輸出していたが、18世紀前半に、毛織物の食器、宝石器の改良から始まった、生産力向上が、綿織物に及び、インド製キャラコの輸入禁止により、綿織物のさらなる生産能力向上に、つながっていった。19世紀初頭、 レースの素材は天から木綿に変わっていた。イギリスにおける産業革命はレース産業にも変化を及ぼした。1809年、ジョン・ヒース・コートが機械レース生産技術の特許を取り、機械チュールが生産され始めた。機械製チュール値は手作りの6000倍の速さでレース値を作成し、透明に眺めると手織りチュールと区別ができなかった。 その後の改良により、1830年以降、あらゆる種類のレースが正確に模倣された。ノッティンガムの機械レース産業は、ヨーロッパの他の地域より発展し、長期にわたって繁栄した。イギリスと北米との密接な関係や広大な植民地の所有により、イギリスの機械レースの繁栄は1860年代まで続き、1930年に衰退したが、 現在も存続している。ただし、1883年のドイツでのケミカルレースの発明により、質的にも完成度が高いものを安価に作成できるようになり、レース産業は大混乱に陥った手織りのレースでは、19世紀のバッキンガムジャー伯爵寮で、バックスポイントというリールレースの一種のボビンレースが作られていた。また、デボンシャー伯爵寮のホニトンでは、 デュシェスレースに似たレースが作られていた。ホニートンレースはニードルレースの技法で作られ、1840年のビクトリア女王のウェディングドレスとベールに用いられたことで有名である。ありがとうございます。